2021年の3月に志村けんさんが新型コロナウイルス感染により急にお亡くなりになってからもう2年近く経つんですね。その後東村山のこの東口に現在銅像が設置されています。今まで気がつかなかったんですが、この銅像というのは、クラウドファンディングによって建てられたということでして、遠くから見ると志村けんさんの顔になっているんですが、あまりアップにするとちょっとよろしくないかと思うんですけどね、これ一枚一枚寄付をされた方のお写真が貼ってあって、それをつなぎ合わせて顔になっています。いつもご視聴いただきありがとうございます。今回の動画では、この間もご紹介した西武の東村山市内だけを走る一駅だけの路線、西武沿線、また改めて面白いことが分かりましたので、その様子をご紹介いたします。どうぞよろしくお願いいたします。西武沿線の電車、このように次の電車が11時半、11時50分とお昼の時間帯、平日は約20分間隔で、3番乗り場から発車するんですが、ちょっと今から行く先がですね、1番乗り場になっています。この1番乗り場の、こちらにはですね、こういうふうな看板が立ってまして、発着する電車というのも早朝の平日がこんな感じで、ごくごく一部です。西武沿線に関しては朝1本ですね、5時28分、この電車だけこの一番乗り場から発車するということになっています。東村山の一番乗り場にやってまいりました。階段を上がってすぐに、発車案内の掲示があるんですが、ノットインサービス回送と出ております。でこの時間帯もちろん発着する列車というのはないんですが、回送列車がね、ちょいちょいと運転されたりということがあります。そしてこのホーム1番線、今国分寺行きの電車が止まっているのが2番乗り場、そして少し向こう、まだ電車は入ってきていないんですが、西武沿線の3番乗り場、3番線という構造になっていて、この後ろが西武新宿線の本川越方面に向かう下り線の4番線、4番乗り場となっています。西武国分寺線の電車が発車するときだけ、東村山のご当地ソング東村山音頭のメロディーが流れます。今西武園から東村山に西武沿線の新2000系4両編成が到着して、今の時間がですね11時20分ぐらいなんですが、このあと10分後にまた西武園に向けて折り返し発車します。でその後また11時50分にまた西武園に向かうのにこの電車が行ったり来たりするんです。一日中東村山と西武園の間を行ったり来たりしているだけのこの西武沿線の新2000系の4両編成の車両なんですが、ちょっと最近知ったことにはなるんですけど、なんとこの路線を走る新2000系の電車に早番と遅番があるということだそうで、ちょうど間もなくまだこの早番の子はもうそろそろ上がりということで、あと何回か行ったり来たりはするんですけど、早番の終わりとか、あと遅番の子が来る様子とか、そういうものを今回ご紹介いたします。
や一日中この一編成だけで頑張っているのかなと思ったんですが、まあ、さすがにブラックな使われ方になるのかな。まあ、おそばんがいるそうです。またおそばんが来るそういうところもね、この東村山駅でご紹介できたらなと思っております。ちょっとダイヤの乱れがあったので国分寺行きの電車、今東村山に入ってきましたが、50分発の西武園行き、おそらく国分寺線からの乗り換えを待っているので、もうすでに11時50分は過ぎているんですが、まだ発車できない状態になっています。以前は西武沿線の乗り場と向こうの西武国分寺線の乗り場の距離というのが50メーターちょっとだったんですが、今はですね、80メーターちょっとに伸びています。おそらく以前はその柱の向こうあたりがね、国分寺線のこの車両がそこら辺まで来ておりました。今早番の黄色い子は西武園に向けて、あと戻ってきて、もう一回行って終わりという感じです。で、今ちょうど新宿線の本川越行きが入ってきたその時にちょうど西武園行き発車して行ったんですが、もともとこの本川越行きの電車と西武沿線の電車接続はしないので、ちょっとかわいそうかもしれませんが、これは発車して当然です。今11時54分発の国分寺線国分寺行きが発車していきました。国分寺線は単線なので、まあ、次の駅小川が交換設備があるんですけど、そこまで列車の行き違いがありません。なので、あの電車が小川に着いたら、この後西武沿線のおそばんに使う子がやってまいります。今高架化工事が東村山行われている関係で、だいぶ前からこの国分寺線そして西武沿線で、この線路だけが、まあ、西武国分寺線から西武沿線にこの直通で行ける線路になっているんですが、まあ、その先小川で拝島線に乗り入れることができます。拝島線には玉川上水という車両基地があって、現在西武沿線で使う車両については玉川上水からやってくるということになっています。まあ、以前は向こうにも本川越方面にも新宿線用の連絡線があったんですが、もうこれは数年前に高架化工事が進む最中で、なくなっております。なので現在はこの国分寺線そして西武沿線と新宿線が直通するということはできないという感じになっています。まあ、その逆もなんですけどね。ただ高架化工事が完成すれば、まあ、以前のように西武沿線から西武新宿行き、もしくはその西武沿行きの西武新宿始発の電車が復活する可能性もあります。今この後の国分寺線12時6分発の電車が東村山に入ってきましたが、おそらく西武沿線のおそばんの子はこの後回送でやってくるはずです。そしてさっき11時50分に東村山、まあ、若干遅れて出ていった西武沿線の黄色い4両編成の子は今東村山に戻ってきました。でこの後12時10分にもう一度西武園まで行って、今日のお仕事は終わりというスケジュールになっているはずです。まもなく1番ホームに電車が参ります。黄色い線の内側までお下がりください。
この電車にはお乗りになれません。今この後西武沿線の遅番で入る車両が東村山駅に到着いたしました。それでですね、12時10分にこの後西武沿行きの電車早番のラストのスケジュールのやつがね、行く前にこの西武沿線の遅番の子が西武園に先回りするような感じで動いていきます。多分1日1回しかこの様子っていうのはないんですよね。なので今まで気づかなかったんですけど、なのでこれが西武園線に西武園駅にいるということは、西武園駅に2編成の黄色い子がいるという貴重な時間帯ということにもなりますよね。こういうアングルで、新二線形が並ぶというのも結構レアな光景じゃないかなと思います。遅番の子が今西武園に向かってスタンバイしに行きましたんで、僕もあの遅番の子を追っかけて、西武園行き12時10分のに乗ります。発車まであと3分ぐらいなんですけど、なんとかね間に合いました。この列車は10分発西武園行きでは一番ホームに到着いたします。西武園行き一番ホームには電車がございません。お気を確認しますとあらかじめご了承ください。今聞いていただいた車内放送も他の電車では聞くことのできない大変レアな内容となっていました。今まで何度かご紹介していますが、改めて西武沿線東村山から西武園までの一番前からの車窓をお楽しみください。西武新宿線と線路が離れるあたりで、これから西武沿線しばらく左のカーブを走っていきます。次の踏切の手前でカーブが終わって、また高架化もこの付近で終わります。この先は以前の動画でもご紹介した旧野口信号場あたりまで直線区間を走ります。左側には北山公園、右側にはトトロの森として知られる八国山緑地の間を西武沿線は走ります。
もうすぐ直線区間が終わる場所に昔野口信号所というものがありました。右にカーブを始めますが、カーブを曲がり終えた先に終点の西武園駅があります。西武園駅の一番乗り場に電車は到着いたしました。普段この一番乗り場というのは使う機会があまりございませんので、ここに降りるというのも僕初めてでしたし、それと 2編成の黄色い C 2000系が並ぶというのも本当に1日に1回珍しい光景です。5時28分の始発から早番で頑張ってきたこの黄色い2000系はこれで戻って、終わりです。おそらく玉川上水に戻るのかな。さっき東村山一番線を回送で西武園に入ってきたこの遅番の新2000系のこの編成はですね、この西武園発12時18分から、早番と遅番交代みたいな感じです。先ほども西武沿線の一番前からの景色ご覧いただきましたので、今回は東村山到着前までスキップさせていただきます。先日も西武沿線についてはご紹介したばかりで非常に恐縮なんですが、今回は長らくといってももう8年ほどになる、8年9年か、東村山市民の私も知らなかったこの西武沿線の早番遅番のことについてご紹介させていただきました。なかなか西武沿線、西武園駅で2編成の新2000系が並ぶという光景もかなりレアなので、ぜひですね、この時間帯、平日でしたらこの時間帯でご乗車されると、で今ちょうどさっきの早番の子がですね、西武園からおそらくこの後玉川上水に向けて帰っていくんですが、そういう光景をご紹介をいたしました。ということで最後のお願いでございますが、西武といえば埼玉西武ライオンズがあります。今パリーグで球団を持つ唯一の鉄道会社が西武です。今年はですね、今までキャッチャーだった、正捕手だった森友哉選手が抜けたりですね、
まあ、結構大変な年ではあるんですが、今年2023年は埼玉西武ライオンズがパ・リーグ優勝するというふうに予想される方、ぜひチャンネル登録お願いできればなと思います。よろしくお願いいたします。ご視聴いただきありがとうございました。当チャンネルでは月額490円でメンバーシップを開設しております。現在メンバーシップの収益については当チャンネルの運営活動費に使わせていただいておりますが、今後メンバーズ様が増えたら何らかの特典なども考えておりますので、ぜひメンバーシップにご加入いただければ幸いです。ありがとうございました。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録お願いします。来週もよろしくね。